え、だって日本初のディズニーのオリジナル作品なのね、はい、そうです、ディズニープラスの対策っす、ね、対策だよね、ふざけんなマジで、え、俺これ出んの待って待ってみたいな、え、じゃあめっちゃ出るってことっすかって言っちゃったの、ね、え、マケさん来てハローみたいな、もうそっから始まって朝5時みたいな汚い雑巾とかで、お前も拭いてやるよみたいな感じで画面拭かれたりしてて、えぐえぐみたいな、だからいや本当に あなたのことを本当怖がってる人がいるみたいな、その存在がやつなんだよって言われて、うん、ホワイトカって背中刺さった瞬間涙バー出て、本当にヤンキー多くねってもうラペればと思うじゃあ。はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはエマくんです、お願いします。エマでーす、 Yes sir、 Let's go、 お願いします、お願いします、お願いします。いや今の活動、まあ、これ、はい、まあ、ちょっとタイトルに入れてる可能性もあるんですけど、はい、まあ、いろんな活動してるわけですよね、はい、結構そのエンターテイナーみたいな、俺的にはそうですね、そういう感覚でいるんですけど、はい、今どんなこう感じのお仕事してるかと。あ、いやモデルと、はい、あとラッパーアーティスト活動とあと役者やらせてまして、はい、はい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 、いろいろ友達として洋服作ったりとか。あ、洋服とかも作ってんだ、はい、なんかこの前とかは沖縄の結構こう体とかに障害ある方たちのところでポップアップしたりとか、はい、そういうなんか事前事業じゃないけど、はい、そういうのやって結構つながり大事にしようみたいな、へえ、俺たちのなんかライフスタイルをこうそういうところに落とし込んでいこうみたいなのをやったりとか、へえ、はいはい、いろんな動きしてるっす、ね、マルチでね、マルチに、はい、いいっすね、いいっすね。いやもう結構いい感じじゃない？いや結構マジ熱いっすね最近は本当に。いやそうだよね、なんか俺ディズニープラスのさ、はい、ワンダーハッチ、はい、これでもうもうむちゃくちゃ出てんじゃん、もう準主役みたいなさ、ね、ぐらいのレベルじゃん、そのレベルでね、はい、主人公の親友、はい、親役、はい、そうだよ、信じて、そうやばいやばいやばい、そうやけ、ほろ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 、漫画家をね目指してるね、ソン君をやってますけど、はい、どうなんすか、すごくない？いや結構ビビってるっすね自分で、そうだよね、マジやべえみたいな、だって日本初のディズニーのオリジナル作品なのね、そうです、ディズニープラスの対策っすね、対策だよね、はい、しかも初なんでしょ、初っす。はすごいファーストタイムでファーストタイムディズニープラスディズニープラスすごくね、どういう経緯でそのなんか僕アメリカにいとこいるんですけど、はいはい、その人が結構そういうハリウッドだったりとかそういう監督さんたち仲良くて、はいはい、こういう案件が日本であるけどどうするっていうのがめっちゃ前から来てて、あ、そうなんだ、でも僕本当に、うん、なんかどうせなんか脇役しちゃうって思ってたからめっちゃ断ってて、でもこタイミングがちょうどあったから、はいはい、こう事務所の人とも話して、あ、じゃあまあ一応受けるだけ受けてみみたいな、うんうんうん、言って受けて合格してみたいな、はい、よっぽみたいな、持ってみたいなで合格しましたみたいな来るわけじゃないですか、そしたらこう内容が書いてあるんですよ、はい、そのオーディションの時は何も書いてないんですよ、うん、なんかこう配信系のに乗るみたいな、はい、作品の一役みたいな感じしか書いてなかったから、はいはい、え、何これみたいな、で蓋開けてみたらディズニーみたいな、バカかよふざけんなマジで、みたいな、え、俺これ出んの待って待ってみたいな、でなんか打ち合わせをしたいみたいな、行くじゃないですか、東方に行かせてもらったんですけど、東方で打ち合わせした時にその概要を全部説明されて、で今回は主人公の親友みたいな、ちょっと待って、え、じゃあめっちゃ出るってことっすかって言っちゃったの、え、じゃあ僕めっちゃ出るんすかって言ったら、え、めっちゃ出ますみたいな、待ってよみたいな、え、待ってみたいな、だって前日とかも普通にもう15時間ぐらいスタジオ友達と入ってもうバカセッションして超楽しんでる時の後に、俺ディズニーみたいな、普通にもう、え、ちょっと待ってほらほらほら待って、ま、え、やばいってなって普通に、え、待ってみたいな、もうなんかパニックっすよね軽く、いやそう、そのレベルだよね、いやマジパニックっすよ本当に、なんかもう、あ、何も追いつかない、本当に追いつかない、その2ヶ月後ぐらいからなんか演技練習みたいな、はいはいはい、僕のためにこうプログラム組んでもらって、僕が初めてだからっていうことで、そっか、はい、あ、そういうことここに、はい、やらせてもらって、もう演技レッスンとかも、うん、もうわけわかんないです本当に、だからなんかもう自分がやってる、その僕が基本好きなこと、自分が好きなことを仕事にしてたから、はいはい、うんうん、なんかこう自分が憧れていたことを職業にしたことはなくて、はい、あー、そっか、だからこう画面で見るものじゃないですか、そうだね、それそれを自分がやるっていうのに、なんていうのかな、恐怖とかドキドキとか何をしたらいいのかも何もわからない状態で演技レッスン入ってみたいな、はいはいはい、で教わりながらやるけど、うん、実際現場入ったらなんかもう、うん、
頭真っ白意味なかったんじゃないかって思いながら、あるけどそんぐらいなんかもう地に足つかないみたいな感じでずっと過ごしてましたね。すごいね。ビビってるっす。いやビビるよね、はい、普通に今2話出てますけど、はい、まあこれ出てる頃にはもう全部出てる可能性もあるけど、そうですね、ね、はい、これは絶対見てほしいんだけど、はい、まずその演技レッスンっていうのはさ結構 どういう感じのさ、なんか、うん、結構すごいなん哲学寄りというか、はいはい、こうまずねめっちゃ言われて覚えてるのは、なんかこのエマっていう人とソンっていう人がいるとして、うん、でもエマはソンをしなきゃいけないよねみたいな、そうだね、ってことはソンはエマじゃないよねっていう話もされて、でそのエマがソンを操るんじゃなくてソンがエマを操るんだよって言われて、どういうことだ確かにどういうこと、俺も今聞いててどういうことで、ね、そのまあ、要約すると役に入り込むっていうのはそういうことだよみたいな、あくまでもその孫っていう人を実在、うん、まあ、実在するわけじゃないですか、そうだね、画面の中では、うんうん、だからその孫はエマをしてるだけだからっていう話をされて、へー、なるほどみたいな、はい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 、そこでなんかやっと腑に落ちたというか、はいはいはい、あ確かに画面で見るその人たちは孫を見るわけだから、確かに孫がエマをしてるだけだな、あ確かにエマが孫をしてるわけじゃないなってなって、へー、あなるほどみたいな、はいはい、そっから結構こういろんな演技練習をすごいするんですけど、うんうん、一番なんかハードだったっていうか難しかったのは、うん、ここにバー感がありますみたいな、うん、はいはいはい、あなたは今バーにいます、はいはい、でバーで3回音楽が変わります、はい、それを言葉を発さずにこう変わったのを表現してくださいみたいな、おー別に演技レッスンするんですけど、はい、マジ無理じゃんみたいな、なんかもう最終俺も泣くしかないみたいな、泣くふりしてなんかみたいな、あここで変わったんだなみたいな思わせるしかないみたいな、でやったらまあでももっとあるよねみたいな話をされて、でこれはこうやってやったら相手はこう受け取れるからみたいな、ふっかみたいなそんなんで変わるんですかみたいな、その位置もそうだし、はいはいはい、なんかその例えば、うん、こう時を見た後に、はい、こうふと天井を見上げて、うん、ゆっくりしてる時間、その間が、はい、音楽を変わってるっていうのを相手に錯覚させることもできるんだよって言われて、ウェーフかふかーみたいないや深いなってなってなんかもちろん僕がやってるミュージックもめっちゃ深い部分あるけどうんうん、うん、また全然違うじゃないですか、そうだね、だからすごいなんかこうギャップがあって、うんうんうん、自分との、はいはいはい、でもそれがなんかまあいい経験になって本当にむずいマジでマジむずい、俺はめっちゃガキの頃とか、うんうん、それこそデモとか見てたじゃないですか、はいはいはい、わかりやすく言うと、うんうん、あれも一応こう演技だからやばいっすよね、考えたらあ、そういうことこいつらみたいな、花より団子とかやべえしみたいなバグってんじゃんみたいな、本当に確かにね、そうだねあいつらやべえよみたいな本当にそっかすごいね、撮影時代結構長い、長いですね、約1年ぐらい、僕は演技レッスンも入れたら本当に9ヶ月ぐらいかな、マジで、はい、まあ、ずっと作品に没頭させてもらってて、そっか12月とかの末前に終わったんで、はいはい、そうです去年の、なんでめっちゃ結構前なんだ12月、はい、確か4月5月ぐらいから僕は始まって、はい、で12月の末前に終わったんで、うんうん、結構約1年ぐらい、そっか、はい、1年あれ全部撮るのに1年かかるんだ、ね、なるほど、まあ、そっか、まあ、演技のあれとかもね、はい、実際どうだったの撮影のあれがもう、まあ、要はもうハリウッド作品なわけですよ、はいはい、もうそうですね、そうです、そういうことですよね、ハリウッドデビューみたいなもんで、まあ、ハリウッドデビューだから結構結構ね、はい、そうハリウッドの裏側聞きたいみたいな、あもうあると思うんですよね、めっちゃおもろいっすね、なんかこうみんな結構テレビとかで俳優さんって変わり者多いみたいな、はい、マジその通りで、あそうだ、いや結構マジみんなぶっ飛んでておもろいんですよ本当に、なんか本当に面白くて、なんかマキユさんとご一緒だったんですけど、はい、うんうん、こう支度場みたいな、はい、マキユさん来てハローみたいな、もうそっから始まって朝5時みたいなあそっから始まるんだみたいな、うわおもろいみたいな、でまあみんなおのおのメイク終わった後に、なんかパッてマッキーさんの方見たらマネージャーさんとカードゲームしてるんですよ、めっちゃおもろいみたいな、こんなやるんだ、なんでカードゲームしたの、ポケモンかポケモンポケからポケカっつって、で僕とその主人公の大健くんがポケカずっと観戦してて、したらやんなよみたいな、で僕らもやってそっからバカハマって3人で秋葉原行くっていうお風呂に3人でバカハマりカード行ける、
マジめっちゃおもろくて、秋葉原でもほとんどデッキ買ってやり始めて、僕も一人で秋葉原行くようになっちゃって、いやマジめっちゃ秋葉原のやつらめっちゃおもろいんですよ本当に。なんか番返しますとか言うんですよね、ターンが変わるとき、その時に僕が番返しますとなんかドドゥドドゥって言うんですよ。めっちゃおもろこの人みたいな、しかもクソ強いし、なのに何回もこう試合やらせてくれたやつめっちゃおもろくて、だからなんかあとゴーさんとかとはめっちゃもう本当にもうゴーさんは多分めちゃくちゃタバコ好きなんですよ、うんうんうん、本当に。だからもう毎回休み時間とかずっとタバコ吸ってるし、はい、で僕もタバコ吸うからずっと話してて、うん、めっちゃシャイだけど、うん、なんかツンデレねみたいな部分もあるし超可愛いなみたいな。朝とかもケータリングにこうナゲットとか置いてあるんですよ、はいはいはい、僕が食ってたらラスイチこうやって取って、うん、これうまいね、いやまずおはようからじゃねみたいなまずおはようからじゃねみたいなってそう、なんかマジおもろいな本当に。しかもなんかスタッフさんとかも11月の後半って寒いじゃないですか、寒いね、マジ8割半袖みたいな男の人待ってみたいな、気合入りすぎじゃないしかもなんかその地方のちょっと田舎のところで撮影したからマジ寒いんですよ、ほらマジグラコンとか超必要みたいな、もうなのになんか半袖いるしみたいな、やっばみたいな、季節間違えてんなみたいな、みんな本気、普通にガチ男、漢字の方の男みんなマジおもろい、いやそりゃいい作品できるわみたいなそうだよね、そうだよなるもん結構おもろかった、ね、すげえおもろいな、話すもおもろいな、話すもおもろい、マジそうでもさ、ね、記者会見とかも結構かましいんだよね結構かましれないなそうバチかまし、普通なんかあの試写会の時なんか一応裏で全体ミーティングみたいなのやるんですよ、で終わった後にゴーさんとちょっと話した時、お前今日かますよみたいな、で俺もうバカ緊張してるから、もうそのテレビで見るあの芸能人がやる試写会を僕がやるわけじゃない、そうだよね、もうやべえ緊張やべえどうしようみたいな、でも記者さんとかめちゃくちゃいるしみたいな、やべえなみたいなの後に、えお前今日かますよみたいな、うーわーみたいな、これかますしかないと思ってバチかまし、しっかり会場どっかの自分がエイサップになったかと思った、その時はガチで、あ俺エイサップかなみたいな、めっちゃ湧くじゃんみたいな普通にそうだね、自分に沼ったマジで、あれ自分に沼った、やばい、マジ沼ったいや俺記者会見それが一番おもろかったもん、普通にやばかった一番おもろかったそうクスクス笑ってたからね俺電車で見てたんだけど結構おもろいっすよね、おもろいよねすぐそうなんですなるほどね、はい、すごいな、いやでもまあもちろんそのやっぱその、まあ、ディズニー作品っていうのもあるけども、普通にさ、はい、日本で俳優でブラックってマジいないと思うんだよね、はい、いないっすね、マジで僕も本当に見たことないかもな、ないっしょ、いなくて、そうっす、唯一思いつくのがあのソフトバンクのさ、あそうです、ね、ダンテさんだっけ、はいはいはい、ダンテさん、マジそれぐらいじゃん、はい、でもしかもブレイジャンじゃないじゃんの人は別に、じゃないですね、別に日本語めちゃくちゃどんだけうまいかちょっと分かんないけどさ、はい、って考えたらマジでさ数えぐらいしか、もう2人絵馬入れて2人みたいな、そうですね、やばくねみたいな、やばい、マジやばいみんな分かんないと思うけど、マジやばいんだよ、いやマジやばいんだよ多分本当にやばいんだよ、だって俺子供の頃に見たテレビとか映画で日本のもので黒人とか見ても出てるの見たことないもん、そうですね、マジでないっすよね、ねえないっすね、俺はそこがまず、俺はマジでビッグアップだなって、ありがとうございます、先頭切ってるから、はい、どうなのやっぱ、ね、まあ俳優の道をさ、はい、まあスタートしたわけだけど、はい、いやもっとやりたいなって思った、やっぱ今回の作品で、あめっちゃ思いましたね、思ったし、うん、その今年の8月にも、うん、こう映画の作品撮影が1ヶ月あって、はいはいはい、やっぱそれもすごいシリアスな話題というかテーマの映画だったけど、あそうなんだ、やっぱこうやりながらなんていうのかな、その僕も今話したみたいに、うん、本当黒人ブレイジャンの俳優がいないから、うん、そうだね、その戦場やっぱ切りたいし、うんうんうん、なんかこうね、俺たちは絶対に嫌な過去があるから、そうだね、それをこうファンデーションじゃないけど、やっぱこう、うんうん、上書きして忘れていくわけじゃないけど、こう、うんうん、緩和していくのって自分たちの好きなことに対しての行動だから、確かに確かに、やっぱそれをこう見てくれて、うん、俺もやりたいみたいな、はいはいはい、思ってくるような人が増えて、一人でも増えたらマジで嬉しいし、うんうん、そうだね、なんかそれは黒人に限らずだと思うん、まあもちろんね、例えばじゃあアフリカに生まれた日系人の子とかもいるかもしれないし、確かに確かに、なんか肌によって本当関係ないから、そうだね、なんかそれに対してこうネガティブな印象を持たない方がいいし、持ってしまうのは仕方ないけど、
それを変えていくのはやっぱ自分次第だけど、周りの力とかこう見るテレビでも影響されるから、うん、それをこう変えていきたいなって本当にすっごい思った、うんうんうん、この作品やって。そうだよね、うん、いやめちゃくちゃいいと思うな。すげえなんか、いやもうもっともっとこう上がってほしいなってめちゃくちゃ思うし、マジ頑張るっす。いやね、キャラとかも結構良かったよね。いやマジ良かったですね。すごいさ、まあまあこう分かんないよ、これは俺めちゃくちゃ個人的意見だし、はい、まあそれはちょっと偏ってるかもしれんけど、はい、なんかまあ黒人だからなんかあるある系のみたいなキャラとかやらされるのかなみたいな思ったけど、全然違うじゃん。普通に日本で育ってる黒人、はい、もうがっつりね、はい、で割となちょっとシャイな感じじゃん。めっちゃシャイなんですサンはね、はい、でもう絵も好きでとか、まあ、ちょっと内向的というか、お兄ちゃんとかがもうむちゃくちゃなんか厳しいみたいなさ、ね、なんかこういうのもなんかすげえいいなんて言うんだろうな、ちょ言葉むずいけど、はい、そういうキャラっていうのもめちゃくちゃいいなと思って。めっちゃいいし、その監督の落とし込み方がやっぱすごいうまいなって思って、うん、はいはいはい、やっぱこう俺らが多分、まあ、普段こう陽気に活動してるから、うん、はいはい、結構みんな見る人ってこう黒人だから面白いんでしょみたいな、はい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 、明るいんでしょみたいな雰囲気あると思うけど、実際そうじゃない、まあ、そうたくさんいるし、俺の周りにも全然内向的で本当に漫画が好きな黒人の友達っているし、うんうんうん、そういうなんていうのかな、こういう部分もあるんだよっていうのを、うん、やっぱこう高校生の役だし、確かにその一番ね、そうだね、ブレる期間にその役を落とし込むっていうのは本当に監督うまいなと思って。確かに、いやマジ本当に天才だなって。いやな、本当そうだよね。なんかこうみんなが思い浮かぶ、うん、それこそねオロゴンさんとか、うん、まあ、YouTuber とかでブライアンさんとかすごい陽気な人をみんな思い浮かべるかもしれないけど、はい、そうじゃない子もいるから、うん、確かにそこにフォーカス当てるのはめっちゃうまいなと思って、はい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 、それをやっぱ僕にやらせてくれるのもすごくありがたいし、うんうん、実際こう俺らも絶対にアニメとか漫画好きだし、好きなろうとは思ったことはないかもしれないけど、はいはい、俺らにもね絶対に内向的な部分あるから、絶対あるよね。そう、それをやっぱ映像の落とし込むっていうのは本当にすごい上手いし、そこはすごい尊敬できたし。確かに、うん、やっぱディズニープラスっていうやっぱプラットフォームだからさ、うん、全世界が見れるそうですねから多分そういうのを現実にできたことだと思う、はい、しさ、なんかめちゃくちゃいい流れだなってもすげえ思うよ ね、 なんかね。そうですね、流れはめっちゃ今いいっすよ ね、 ね、なんか日本本当に最近映像めっちゃ頑張ってるし、確かにめちゃくちゃおもろい作品多いから、うんうんうん、本当にこれからどん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 いろんな作品に、ね、ブラックの子もホワイトの子もみんな出てくれたら、確かにすごい俺らも嬉しいし、そうだよね、精査たくましていきたいなって、していきたいね。その意味でやっぱ日本っての黒人って多分すごい多分な特殊な立ち位置だと思ってて俺。そうですね、結構、まあ、もちろん他の国とかもそうだと思うけど、はい、まあ、言うてもさ、やっぱさ俺もさアメリカに一時期行ったけど、やっぱ黒人めちゃくちゃ多いわけよ、はい、まあその日本と比べたらね、まあ、もちろんマイノリティなんだけど、はいはい、日本のマイノリティってもうすげえマイノリティじゃん。そうですね、リアル、はい、実際どこで育ったの？僕は東京で育ちました。東京なんだ、はい、西東京だ、はいはい、西東京は、いや僕は本当小学校の頃はマジでいじめられてたから。ああそうなんだ。小3までいじめられてて、うんうん、小3終わったらクラス替えがあるんですよ、うんうん、小2かな終わったらクラス替えがあるんだけど、もうそれまですっげえいじめられてて、もう本当汚い雑巾とかで、お前も拭いてやるよみたいな感じで画面拭かれたりしてて、えぐえぐみたいな。お前のなんかそのなんて言えばいいのかな、そのボスみたいなやつがやっぱ学校にいるから、うん、こう立ち向かえないみたいな、はいはいはい、でそれをおじいちゃんに相談した時に、うん、おじいちゃんが もっと自衛隊なんだけど、日本のおじいちゃんが、はいはい、であの絶対自分からやんだみたいな、で殴られた瞬間叩き潰せみたいなっていう教えを受けてあ、オッケーみたいな。で俺野球もやってたし小1から。そうなんだ。だから力もまあちょっとだけあったから、はいはい、絶対クラス替えした瞬間全員ぶっ飛ばしたやろうと思ってマジクラス替えしてちょっとでも俺なんかしてきたやつ叩きのめしつつにしてボコボコにみんなそしたら友達消えた、マジで。ああそうなんだ。友達消えた、こいつはもう暴れるやつだみたいになって友達消えて、ほんと野球のところにしか友達いないみたいな、はい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 、だけどまあなんか自分守るために別に必要な犠牲だったかもしれないし、まあね、それは結構いじめられたな。そうなんだ。めっちゃいじめられた。そっか、俺兄貴いるんだけど、うん、俺と兄貴はマジでいじめられた。マジか。本当にめっちゃいじめられたね。西東京そうなんだね。そうだね。俺の学校は俺と同じブラックの子が同い年にいて、うん、その子もめっちゃいじめられてて、うん、あそうなんだ。俺とその子がいじめられてて、同じ学年の子は、はい、で一個上にもブラックの女の子がいたんだけど、その子もいじめられてて、うん、でもその子はすごいこう気が強かったから、うん、なんとか脱出できたけど、俺はもうずっといじめられて暴れたから友達が消えたみたいな感じになっちゃって、うんうん、はい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 、そうだったんだ。
やばかったマジで。マジか。マジやばかった。キモかったねみんな。しょうがない小学生。それはね。しょうがないし。結構小学生なかなかだからね。マジしょうがない。うん。俺もなんか結構俺もそこなんかむずい、そこまでとか比べるとかじゃないと思うんだけど、うん、なんかその鍵盤ハーモニカとか昔あるじゃん。うんうん、あのさこの鍵盤ハーモニカホースとさもう一個短いやつなんだ分かる。ありますあります。あれとか俺トイレ捨てられたりとか。そう。だからもう使えないじゃん。はい。なんかいやあのなんかさみんなでやる。発表の時とかみんなこれやんなきゃいけないけど、うん、いや俺もこれ使えないですみたいな、はい、でなんとかホースにしてもらったりとか、しかも俺だけじゃなかったよ、そいつ俺仲良かったもう一人日本人の男の子もやられてんだよ、うわそうだから結構ねなんか陰湿だよね、いや本当そうなのよマジみたいなマジいつなるよね、そう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 なんかえぐうだよ本当もうマジで、なんか黒板消しあるじゃん、うんうん、バーって消して、はい、でお前黒いから白くしてやるよみたいなバン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 ってやって俺の顔めっちゃ真っ白みたいな、マジでもうまだ、いや殺すぞみたいなちょっとこれ P だけど本当にそうだよね、そうえぐーやばかったし、なんかすごいコンプレックスだったから、うんうん、なんかやっぱ家帰ってからもベビーパウダー肌に塗ってみようみたいな、うん、やって、なんかだけどそれをやってる自分はすごい嫌いになっちゃうから、まあそうだよね、未だにトラウマだしそれは、そうだよね、でなんかサッカー選手とかでも、うんうん、もう武蔵さんとか、はいはい、黒人のサッカー選手の人とかもやっぱ昔はこういうことあったっていう話を聞いて、本当にみんなあるから、まあそうなんだよね結構ね、みんな通る道ではあると思う、人によると思うよ、うんうん、地域によると思うし、いや本当に人による地域とかね、だけど僕らは通ってきた側だから、うんうん、そうだねすごい苦しかったけど、うん、でもなんかそれがあったからメンタルはマジ強くなった、いやまあそうだね本当に、いやでもえ結構変わった瞬間とかあったの、その例えば中学校はもうそういう感じやん、そうだね、中学校高校もそんな感じだった、いや中学校は、うん、俺ほとんど中学校行ってなくて、あそうなんだ、そう全然行かなかったから、うん、でもめっちゃみんな仲良かった中学校、はい、本当に仲良くて、なんか バカ多いんだよ俺の地元って本当にバカ多いから、なんか学校行くやつも多いし、あそっか、みんなで本当学校行かないで遊んでとか、で給食だけ食べ行って帰ってみたいなあそっち側だそうそうそう、いたわ俺のクラスで給食だけ食べ行って帰ってとか、給食の後体育あったら体育だけ出て帰るのやってたから、なんか比較的みんな仲良くて、あと体育祭ガチ勢だったから、そのなんか学校来ないやつ体育祭とかなんかガチじゃんそういう行事ごと、ほら絶対負けたくない体育祭の週だけは毎回朝から朝練行ってみたいなそこはね、そう朝練行ってでみんなでこうムカデとかもめっちゃ合わせて頑張ってみたいな、はいはい、で俺一回帰ってで給食食べに来てもう一回体育あったら体育出てみたいな感じになって、体育祭だけは絶対負けない絶対負けない、そうそこでやっぱこう自分の地位じゃないポジションを確立してクラスで浮かないようにみたいなそうなんだ、そう、で中学校そんな感じで、はい、でも結構まあスポーツはその時も野球やってたの、その時あそう中2まで野球やってて、うんうん、でも重要だってやめて、うん、でそっからはでも楽しくみんなでみたいな、そういうことか、なるほどね、いいねいいね、え高校は、高校がやばくて、うん、俺は先生から差別を受けてて、マジで先生からっていうのがマジやばくて、なんかそれやばくね、入学して、うん、入学するちょい前ぐらいなんかグループラインでできるんだけど、うん、でグループラインで話してる時になんか結構まあ、うん、その女の子とかもさやっぱスカート短くしたいみたいな話をこうするわけじゃん、はいはい、に対してなんかこういやそれはありえないでしょみたいな、うん、をマジレスする人がいて、はいはいはい、でそれを子に俺がその入学した後にいやこういうのやめた方がいいんじゃないみたいな、うんうん、言ったらその子がなんか脅迫されましたみたいな感じで言って、でそこ特別指導みたいな、でそっからマジで目つけられて、なんか一番本当にこいつこれ差別だなと思ったのが、うんうん、俺が廊下で休み時間友達と話してる時に、はい、エマ君ちょっと来てみたいな、はいはい、あなたがやるだけであの威圧になるからあの廊下には出ないでくださいって、はえやばどういうこと？こいつみたいな、えバグってるなみたいな普通にやべえよってなマジでそんなことあるで俺は弁当とかもめっちゃ仲いい友達と食ってたから、うん、他クラスに入って食ってたりとか外で食ったりとかするんだけど、うん、それもしないで、うん、怖がる人いるからみたいな、怖がる人いるから、そう確かに俺めっちゃ筋トレとかもしてて、うん、バキバキだったし、うん、身長も高かったし、はいはいはい、マジ陽キャだったから、うんうん、私うるさいなって感じる人はいると思うし、うんうん、そんなやつからうえーとかやってたら、うん、もうか弱い子とかは、うん、うわっとか思っちゃうかもしれないけど、うんうん、俺別に誰に対してうえーとかやってるわけじゃないから、うんうん、なんかみんなに対してなんかオーラついてるわけでもないし、そそうめっちゃピースだったから、うんうん、なんかそれはすごい結構心が痛かったからめっちゃ、そ本当にやばい、なんかすっげえやばかったの、もう一個あって、うんうん、なんか遠足があるんだけど、はい、2ヶ月あるな、入学して2ヶ月後ぐらいあるよね、うんうん、その前日に朝呼び出されて、でなんか別室に連れてかれて、え何ですかみたいな言ったら、うん、いや今日の授業とりあえず出なくていいからって言われて、えみたいな、あじゃあ僕帰っていいですか、いや帰れない、
え、どういうことみたいな。どういうことっすかみたいな。言ったら、いや、本当に あなたのことを本当怖がってる人がいるみたいな。もう威圧なんだよ、あなたは、みたいな。その存在が威圧なんだよって言われて、おお、え、マジどういうことみたいな。え、マジでどういうことみたいな。じゃあ別に僕もう帰るんでいいですよ。いや、はい、帰れないから、みたいな。そのこと、その方々みんな、うん、誰か分かんない俺は、だけど何人かいるみたいに言われて、その子たちに会うかもしれないから、だから あなたは学校から今は帰れないみたいな。で、なん携帯も取られてるから何もできないみたいな。やば。で、ね、紙1枚あって、ここにでペンがあって、好きなこと返せていいよみたいな、うん、そうでしょ。もう落書きするしかないじゃん。もうだから俺5時音とか返して本当にもう頭おかしくなりすぎてマジで、やっても意味わかんない時間拘束されるわけ。いや、そうだよね。で、本当に心も病んでくるし、うんうんうん、いや、なんだみたいな、うんうん、で、夜ぐらいかな、うん、先生パッて来て、うん、まあ一応明日の遠足は山くん来れないからって言われて、ええみたいな、え、俺えみたいな、めっちゃ楽しみにしちゃうんですけど、えってなって、別にいいよ、俺のこと嫌って思う子がいるなら、うん、その子にはもし嫌って的なことをしちゃってたなら謝るし、うんうんうん、もうなんなら先生がガチガチに周り固めてでもいいから、うん、俺行きたいって言ったの、うん、いや無理ですみたいな言われて、でなんか、まあ、今日はとりあえず帰っていいからって言われて、あ、帰るかと思って携帯受け取ったら充電切れてんの、最悪みたいな、はい、とりあえず帰って、うん、でパッて時計見たら夜の8時で、やばくね。え、俺朝の8時半に登校して、うん、で俺部活やってないから、うん、多分5時とかには帰れるわけ、家に。そうだよね。だけど8時みたいな、で母親いて、うん、で俺もすっごい病んでるから、うん、うわーみたいな、でこう脱衣所で寝てる時に母親をこうやって背中さすった瞬間、涙バーッ出て、うん、いや、なんか俺ここにいる意味あんのかなみたいな、うん、なんで俺こんなことされなきゃいけないんだろうみたいな、うんうんうん、でしたらなんかすごい変な噂が回ってて、なんかエマはなんかすごいいろんな男の子とか女の子になんかこう脅迫してとか、なんか俺たちも激しいしみたいな、あれはなんかどうのこうのでみたいな変な噂が流れてて、それをなんか地元の幼馴染に言われて、いや全然違うよみたいな、俺先生からこういう話をされてこういうことがあったんだよって、その子も、え、マジでみたいな、いやもう頼むぜってなって、マジか、なんか存在がやつって言われたこと自体がすごいきつくて、じゃあ僕が白かったらいいんですかってなるし、まあ確かに、なんかじゃあ僕が何をすればいいんですかって、うんうんうん、じゃあ僕に変えられることは何ですかって言われたら、うんうん、言ったら相手は答えられないわけ。まあそうだよね。いや、それがすごいきつくて、うんうん、なんか子どもの頃のいじめよりやっぱ高校の時に先生からそれを受けたっていうのがすごいきつくて、もう速攻そこはやめて、もう違うところに移動してみたいな。そっからはめっちゃいいライフスタイルになったけど、その時は本当になんかもう地獄だったね。そうだね、本当に地獄だった。俺もう生きてていいのかなみたいな感じもあったし、やっぱ突然学校に行かなくなるっていうのがこう始まるからさ、やめたらさ、そうだよね、もう意味わかんないし、なんかこう会いたい友達も会えないし、俺と保育園から幼馴染の子と一緒だったのね。もう保育園、小学校、中学校、高校一緒の女の子がいて、その子も同じ高校だったから、もう超楽しかったの俺は、うんうん、だけど本当に生きる意味もないなとか思ってたりとかして、うんうん、すごいなんか病んだな、あの時は。めっちゃきつかった。マジか。本当にきつかった。人生で一番きつかったかも、あれが。そうだよね、うん、マジきつかったな。なかなか、でもそういう、まあ、いや、そうだよね、そういう人もいるよね、やっぱね。きついよな、マジきついね。なんか、ね、大人でさ、俺らからしたらこう、うんうん、ガキの時の俺らって大人はすごいかっこいい存在だと思ってたと思うんだけど、そうだよね、全然だったね。先生がそれやぶのやばいね。守ってくれないし、なんか、うんうん、もう今こうやって話すとなんか思い出しちゃうって感じ、うんうん、すごい嫌な記憶、マジで。だけどやっぱこう音楽ずっとやってたから、うん、中3から、あ、そうなんだ、ずっとやってたから、やっぱその周りとかはやっぱ助けてくれるし、うんうん、その周りでいたら楽しいから、うんうん、もうそっちにすぐシフト変更して、はいはいはい、がっつりやろうみたいな。そうなんだ、うん、なるほどね。きっかけにもなったかな。そっかそっか、うん、実際さ、まあ、そういう、まあ、経験とかもあると思うんだけど、うん、俺らも、まあ、その、まあ、田舎だったから、はい、その俺とかは多分小学校ぐらいである程度収まったタイプだったよ、うん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 、まあ、妹とかはやっぱ結構中学とかも結構きつかったりとか、高校もまあまあだったりとか、うん、結構あれなんだけど、その、まあ、俺的にはさ、東京の方がさ、都会だからさ、もっとなんか、うん、ね、ね、あのかなと思ってた。めっちゃ意外に違うもんなんだね。全然違うね。そうなんだね。マジ違う。うん、中学校とかは別になかったけど、うん、やっぱ高校、逆に俺高校の方がそうだよね、もっと楽しいんだろうなって思ってて。そうだよね、普通ね、全然違くて、うんうんうん、すごいみんな怖く見えた。逆になんか俺が普段仲良くしてる人たちとは何なんだろうみたいな、うんうんうん、逆に勘ぐれ、めっちゃ、まあそうだよね、うん、確かにな。そうそう、東京の方が逆にやばいかもね。なるほど、ね、いろんな人がいすぎて、やっぱいろんな感性も個性もあるから、まあ、逆に多いのかもね。そういうことか、うん、なるほどね。
なんかさ俺結構さこのチャンネルやるようになってから、はい、まあ、やっぱヒップホップっていうかいろんなやつやってるからやっぱブラックのミックスがまあまあいるわけよやっぱ、はい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 、でなんかその N ワードについてとか、はい、すごいんだよコメントとか俺もうどうしようみたいなかぐらいで、はい、あんま俺コメントそれに対してあんま今までしてなかったんだけど、はい、曲とか使ってんじゃん。はい、使ってます。はい、それに関してどういうなんかどういうふうに思う。なんかまずそもそも俺らはやっぱ黒人の血が流れてるからそこに対してのリスペクトもあるし、逆に日本人の血が入ってるからそこに対してのリスペクトがめちゃめちゃある、うん、だからこそ俺らは使うし、使っても食べるのは日本食だし、うん、使う言語は日本語だから、うん、なんかそこに対して別に俺がネガティブに感じることとか何もないし、こう逆にそれを見てなんていうのかな、真似するまではいかなくてもすごいポジティブなこう感情を持ってくれる人がいたらいいなとは思う、うんうんうん、だけどやっぱこう日本のガッツリ日本人とかガッツリ白人の人が使うのは、まあ、俺もどうかなと。やっぱり歴史があるからすごい、ね、なんか俺らは多分その歴史を親父から嫌ってこと聞かされるし、自分でも調べるし、周りがそういうの増えていけばそういう話もなるから。確かにそうだね。そもそもやっぱこうルーツを辿ってほしいっていうのがあって、うんうん、でもなんか俺もすごいこの前出した TikTok がめっちゃ炎上してバンされたんだけど、その動画。そうなの。でもそこに書いてあった一個にすっごいこいつバカだなと思ったコメントがあって、はいはい、俺らもなんか先祖全部たどれば黒人だからニワって言っていいじゃんみたいな。お前あるあるです。あるあるやマジで。お前黙れよみたいな。本当にやばいわ。しかもそれ俺らが最近流行ってるコメントに動画で返すみたいな、流行ってて俺の周りで。それもコメントがなんか、お前らはハーフだから NIG までしか言っちゃいけないみたいな書いてあって、バカかお前ら。お前いいよ、何書いてもいいけど、お前ら教養ないのみたいな。マジでなんか黒人、お前ら黒人だからなんで日本語喋ってんだよって言われても、いやだって俺ら日本育ってんのここみたいな、育ってんのここなら N ワード言うねみたいな、いやルーツ黒人みたいな、お前らさみたいな。いや そこなんだよね。結構頼むぜって何で、頼むぜマジで。なんで俺自分のこと説明してんのかなって、たまになんか、なんで俺説明してんだろうって、めっちゃ思うもん。マジ思うよね、あれみたいな。なんかおかしいよなみたいな。マジ思う。本当に、ね、来るでしょそういうコメント。めちゃくちゃ来るよ。俺結構だって悩むもん普通に。俺なんで質問、なんて答えようかなみたいな。まあそれこそさっき言ったみたいにさ、なんかベイトみたいなやつもいるんよ、うん、なんか俺のコメントであったのはなんかハーフだったら両方ともの文化 OK みたいなコメントされてて、まあそうなんじゃないですかみたいな言ったら、うん、じゃあ俺らもさっき言ったように黒人の血離れか先祖たどれば黒人の血入ってるから俺らも OK だねみたいな、くだらなみたいな、マジくだらな、何そのベイトみたいな、ね、お前が言ったよねみたいな、上げ足みたいな、なんかもっと勉強してほしい。逆にその俺らじゃあルーツが黒人全員そうですってなって、うんうん、その黒人たちが生まれて今日に至るまで、はい、こう色がどんどん変わっていって、はい、その中でそいつらが俺らを差別してんだから、はい、ね、もうさ分かるじゃんお前らみたいな、お前らが今やってることがそれだよみたいな、逆にお前らのちょっとね、近しい先祖がそれやったから今こんだけなってんだよみたいな。確かに確かに、本当にめっちゃ思う。そうだよね、マジで思う。お父さんがナイジェリアだっけ。ナイジェリア人、ナイジェリアだ。でお母さんが日本人だ。日本人。そうなんだ、はい、ナイジェリアとか行ったことあるの。いや、まあなくてめっちゃ行きたくて、うん、そうちょうど行こうってなった時にISIS がやばくて、アメリカ一番、ああ、そう、でも実際も取って、もうチケットも取って行こうってなった時にテロ起きちゃって、俺らの地元で。いや、これはちょっと今無理だね。そうだね、ってからはまだ行けてなくて、コロナもあったし。はい、めちゃくちゃ行きたいね。アフリカ絶対ね、マジで行きたい。俺も一回、まあ、小さい頃に住んでたんだけど、うん、最後行ったのがコロナの前の年ぐらいで、うんうん、やっぱでもね、なんか感じるよね。でもやっぱその結構なんか、あ、すげえいいとこだなって思ったし、うん、なんかでもやっぱ向こうでも圧倒的にやっぱ外国人扱いだったなって思った。逆にやっぱ、ね、そうっ、白いから、しかも俺言語話せないからさ、やっぱそこが一番問題、はい、しかもその俺の父親が住んでるところさ、カメルーンなんだけど、フランス語圏なわけよ、はい、はいはいはい、はい、そうそうそう、だからまあフランス語喋れない俺、はい、しかもその父親の部族の言葉喋れないしみたいな、うん、結構むずいなみたいな、日本でこうだし向こうでもそうだしみたいな、うん、いやむずいなみたいな。だからなんかハーフって一番すごいきついところにいるなって思う。板挟みじゃないけど、そうだね、どこ行っても外国人扱いされるから、逆に自分たちのルーツを見失う子もいると思うし、うんうん、
結構なんかそれも感じるな。なんか行ったことないってだけで、うん、じゃあお前ら日本人じゃんみたいな、うんうんうん、っていうのも言われるし、行ったことないダッサみたいな、ね、っていうその日本から出たことない日本の人に言われたりとかされるから、はいはいはい、でなんかそうじゃないじゃんって。そうだね、そもそもが間違ってる。それは確かに行ったことあるないとかじゃない、喋れる喋、うん、れないとかじゃなくて、うんうん、自分のルーツをどこまで理解してるかどうかだと思うし。そうだね、結構すごいくだらないコメントがマジで多いなと思う。そうだね、たくさんみんなもっと映画見てって思う。確かに確かに、もっとマジ映画ドラマ映画ドラマ見てって感じだね。マジ見てって思う。ちなみにさ、内容聞いてどんな TikTok か俺見たことないけど、見たと思うんだよ多分。だってなんていうどういうところだ、そのバズってバンされたやつは、その前らはハーフだから、うん、NIG しかまでしか言っちゃいけないみたいな、あ、そっかっていうのに対して俺らがはみたいな、お前ほんとバカで、なんか俺の友達も、あ、じゃあ俺も言っちゃいけないの、あ、じゃあ俺もなんか言いたこと言っていい、言わないとか言って結構バカにしてて、すごい。でもなんかことの俺の TikTok 内のことの発端は、普通に俺らが N ワード使いながらこう、うん、なんか何々しいってあるじゃん日本語で、はいはいはい、それを俺らがお前マジ苦々しいねみたいな動画をそれかそう出して、そうだそうだ、したらなんかちょっと荒れてそのコメントに返しまくってたらなんかバカ湧いてみたいな。でも 俺らでも一回も日本人バカにしたことない、うん、動画の中で、はいはいはい、で根本にそれがあるのに、うんうん、そいつらはそう日本人をバカにしてるみたいな思ってコメントしてくんの。そうそうそう、いやもっと見ろみたいなバカにしてんのは俺、バカにしてんのはそいつだけど、俺は日本人一切バカにしてないし、毎日味噌汁飲んでんだから当たり前じゃんみたいな、大好きだよ日本なめんじゃねえやみたいな。いやマジそれ、いや俺本当思う。だからさ、え、見てんのみたいな、30秒とかね、まあ長くて1分やん、うん、見たら絶対そういうこと言ってないみたいな、俺全然日本人に対してマイナスなこと言ってないし、うん、だからむしろ俺日本のアイデンティティ超強いし、うん、日本好きだしみたいな、うん、えみたいな、俺日本人に何も言ってないのに、うん、なんでそう、なんで自分たちの方がなんか優れてると思ってんのみたいなコメントで、いや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 みたいな、前提違うみたいな、ドンテンどういうことみたいなマなんだこの、なんか変な なんかコミュニケーションなってんのみたいな。超いい日本人もいて、なんか TikTok は小学生や中学生が多いので本当にすいません日本人がみたいな言ってくれるので、いやいいよお前謝んなくてみたいな、お前超いいやつじゃんみたいな、いや俺らも分かってるよそうね、分かってる上でめっちゃ面白いからバカにしてるだけなんだよね、うん、そう、分かり、まあ、俺はバカにするのよくないかもしれないけど、だけどこう俺は日本に住んでて日本が好きだから、うん、黒人だけどそういう俺らみたいな人種もいるんだよっていう、うんうんうん、その俺らみたいなこうイケててとか、うん、俺らみたいなアイデンティティ持ってるやつもすごいいるんだよっていうのを知ってほしいから出してるし、うんうん、なんか絶対にメッセージ性があるからそこに、確かに確かに、ただなんかそいつをバカにするためだけの動画ではないって分かって、うん、分かってほしい本当にそうだね、日本人を一切ディスはしてないマジそれな、そういや俺多分そこが勘違いしてるなってめっちゃみんな思うね、うん、この話をしてる時にね、にマジで日本ってマジすげえ国だから。そうだよね、俺もそう思う。円の価値だってね落ちないし、うん、まあ、だから信頼があるしみたいな、確かに確かに、こんだけ一個のパスポートで行ける国の多さとか、うん、なんか日本ってマジやばいよ、ね、マジやばい、日本はマジやばい、ね、俺すげえ好き、ね、普通にパスポートとかも最強じゃん、どこでも行けんじゃんビザなしで、マジ最強、リアル、いやすげえと思うよ、まあ、健康だし、まずもう食べ物もめっちゃいいし、綺麗だし、しっかりしてるしね、全部がね、全部がしっかりしてるし、ね、なんかみんな平和ボケしてるとか言うけど、うんうんうん、いいんだよそれでって思うマジで。だって俺らの国の子たちとかはさ、うん、もう明日死ぬかもしれないみたいな、いや本当そのレベルだね、本当にそうじゃん、うん、俺のね父親の国だって紛争だってめちゃくちゃあるし、そうだよね、ね、愛してたってあるから、うん、本当に怖い、怯えてる日々を過ごしてるのに、うんうん、ね、寝てうわって起きれるのがどんだけ幸せか、いや本当そう、マジリアル、そうだね、だからね俺は超好きだよね、うん、ちょっとそこ知ってほしいね、俺ら日本めっちゃ好きよっていう、めっちゃ好き、めっちゃ好き、うん、だからこそでもやっぱこういう多分俺らみたいな人めっちゃいるわけよ多分、そう、日本好きのブラックで、でもやっぱ、うん、自分の居場所とか、まあね、いじめられたりとか、うん、自分のアイデンティティ苦しんでる人がいるから、まあ、そういう人たちのがなんかちょっとそのねプラスになるような心が助けられるようななんかそういうロールモデルになりたいっていう多分気持ちは一緒だよね。いやマジそう。ね。マジでそう。そういうことだよね。うん、でモデルとかも結構やってるしね。はい、やってます。それモデルがすごいもんね、結構しかも。そうです、モデルの方が。めっちゃ長いんでしょ。長いですね。14歳からやってて。14歳からだ。すげえな。やってるっす、ね。うんうんうん、うん。結構最初、ジャーナルスタンダードっていうブランドを投資ごとさせてもらって、そこからモデルスタートしたんですけど。うんうん、その時も、でも14の時にたまたま渋谷で友達と遊んでて、うん、でその時に声かけられて始めて、はいはい、そこからでも LV とパリは歩かせてもらって、そうだよね、はい、ルイ・ヴィトンと、
はい、パリコレクションですよ。やばい。やばいっす。俺やばい。いやマジすごいよね。えだってモデルの一番最初がそれでしょ。はい、で映画の最初もこれでしょみたいな。はい、どういうことみたいな。マジで本当に俺幸運。マジで幸運。幸運すぎるマジで。みんな結構本当に努力してるし、みんなすごいオーディションとかもめっちゃ頑張ってるけど、うんうん、マジで幸運。運良すぎる普通に。だって俺よりかっこいい前の友達めちゃくちゃいるし、そいつはもうやっぱすごい経歴があるけど、はいはい、絶対なんか下積みじゃないけどそういう時代が絶対ある。だけど俺、うんうん、えなんでってなる。めっちゃ本当に幸運だなって思う自分。すげえな。マジでもいい。でもちゃんと引き寄せてるからね。しかもちゃんと結果残してるから多分つながっていくと思うし。そうだね。そうだね。すごいね。えモデルとかはでもその声が切られて、もともとやろうっていう気持ちはそんななかったんだ。なんかもう本当一番最初の話をすると、うん、俺が、中学校2年生の時に、はい、あのストレートアタコンプトンを見て、はいはいはい、でうわかっこいいみたいな。で小6の時にあのコーのアライトを聞いてて、うんうん、で俺それでめっちゃ下ネタなんだけど、うん、それでしこってたの普通に。もう PV がエロすぎて。でその時にもう日本にもヒップホップあるんだ、こうから入った。そっからもう今も大好きなんだけど、はいはい、うわかっこいいってなった時に、そうで中2でステータートコンプソン出て、はい、と同じタイミングでこうがパリコレクション歩いたんだよ。ああそういうことね。で俺それ見てうわかっこいいってなって、はいはい、俺絶対モデルになるみたいな。あそういう感じ。将来絶対モデルになろうと思って、はいはい、じゃあどうすればいいんだろう、有名になった方がいいな、うんうん、最初は、はいはい、で大好きな音楽もあるし、じゃあラップやろうと思って、そう NWA の映画が本当に食らったから、はいはいはい、そっからラップ始めて、そういうことと同時にモデルも始めてみたいな。あなるほど、ね、全部タイミング重なってくれて、はい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 、スタンダードラップの始める、そういうことか。じゃあラップの始まりもそこなんだ。そこ中2中3、14歳の時に。すげえな。もうストレートアウトコンプトンで、その前はとかそんなヒップホップを聴いてたわけじゃなくて、ずっと聴いてたけど、やっぱ親父の車とかでもパークとビギ流れるし、はいはい、あなるほどね、バストライムスとか流れるから、はい、うんうんうん、ずっと聴いてて、海外にはそういうのがあるっていう認識だったの。ああそういうことね。あ日本にあるっていう感覚になったってことじゃなくて、あたまたまその YouTube で動画を見てるときに、はいはい、その河野ハライト出てきて、なんだこれみたいな、押したら女体盛りみたいな。あれか。そう女体盛り出てきて、11歳の俺フルボッキーみたいな。あ、バカ野郎みたいな、何これマジで。なるほどね。ゾンビ本当は彼氏がいるのに、うわかっこいいこの人みたいな、かっこいいし、なんでこんなエロいの出してんのみたいな、やばみたいな。そうだったんだ。なるほどね。そっから入って、すげえな。え最初とかどういう風に書いてたの曲とか。俺最初、うん、なんか俺ラップ始めたいけど始め方わかんねえみたいな、はい、でとりあえず聞くだけ聞いてて、うん、で地元 で友達泊まってる時に、うん、まあ、ちょっとこう逆らえない先輩みたいな人が、はい、たまたま酔っ払って取り掛かって、はい、で俺最近いやみたいな、あラップのバトル見てるからお前らラップやれやみたいなって、うわ怖っみたいな、怖っってなって、もう俺とその子でもうできもしないラップをイエーってやったのが始まり。そうなんだ。俺殺されるみたいな、やんないと殺されるってなって地元の公園で夜中やって、そっからでも意外とおもろいってなって、うんうんうん、で俺とその子でめちゃくちゃディグって、はい、バトルってこういうのがあるんだみたいな。でその時高校生ラップ選手権があったから、そうだ、それ見て第3回とか4回とか、あまあ最初の方ね、そうワイザーさんとか平田目くんとかが優勝した回とかがリアルタイムだったから、はいはいはい、うわすげーってなって、はい、そっからもう友達とずっとバトルじゃないけどサイファーしまくって、うんうんうん、でツイッターでサイファーって調べて、はいはい、でも各地のサイファー行きまくって、田無とか調布とか立川とか、はいはい、西東京とか全部行って、うんうんうん、高円寺とか行って、そっからどんどん広がってってみたいな。へーなるほどね。え実際に音源制作に入ったのはどういうタイミングだったの。音源制作に入ったのは15歳の時で、15の終わりぐらいに遊んでて友達ん家、うんうん、でその友達とあともう先輩がいて、うん、で先輩が曲をレコーディングしてて、はいはい、あそうやって作るんだみたいな、じゃあ俺もやってみたいですってなって、うんうん、速攻始めてその日で作ってみたいな、出して、はいはい、3から出してみたいな、3から出してみたいな、超ふざけっつってめちゃくちゃふざけて、なんか今どういうのやりたいのっつって、いやなんかめっちゃふざけたいっすよ。俺その時めっちゃふざけんの好きだったから、マジふざけたいっすよって、わあマジみたいな、てかなんかラッドイップスにみたいな、なんかお釈迦様みたいななかったっけみたいな、はい、あったっすみたいな、それやりましょううわーみたいな、お釈迦様って曲作るっすわって、題名お釈迦様って。そうなんだ。今で覚えてる、今でも覚えてる。今もサンクラにある。バリふざけてる。
マジでめっちゃふざけてすげえトラッカーかっこいいし、うん、なんかバースも俺と友達のマジかっこいいの、うん、かっこいいとかまだできてんだけど俺のバースの内容めっちゃおもろい普通にマジバカマジでお釈迦様じゃあ見た方がいいだろ3回やんだね3回やんだねいいねいいね消さないからそういうの続きイブしようタイプだいいねえずっと3回やってたの3回ずっとやっててしばらく、うんうんうんサンクラずっとほんいつもやってたの結構長かったなでも17歳ぐらいまでずっとサンクラ出しまくってて、うんうん、でなんか俺サンクラ出すのも好きだったけど、うん、ただ曲を作るのが好きであ制作自体がねそうなんだかんだ100ぐらい溜まっちゃっててやばで友達と話してあのアルバムにしてみるかってなってアルバムにして初めてアルバム18っていうのを18歳の時出して、はい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 、でそれも結構なんかみんな拡散してくれてチャーティングしたりとかしてすげえそこからライブをどん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 するようになって、はい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 、で今年の2月に20歳になるから、うんうん、あじゃあ21になるし20歳の終わりに20っていうアルバム出そうと思って、うん、20っていうアルバム出してそうだ20出して20出してねそうでワンマンして、うん、すごい結構順調音楽はもう、徐々にって感じ全然なんかバズったりとかはないけど、はいはい、すごいいい感じこうゆっくりゆっくりでもしっかり着実にみたいなワンマンやったのすごいよねワンマンやったっすねどこでやったんだっけセラビでセラビだ3月やらせてもらってはいはいはいいやめっめっちゃ楽しかったけどめっちゃ緊張したあそうだよねすごい緊張してやっぱ自分でめちゃくちゃ集客して、はあ、そうなんだもう絶対パンパンにしてやれと思って、はいはいはい、友達で埋めてと思ったからめっちゃ連絡してでみんな来てくれてすげえ200人弱ぐらい来てくれて、はいはい、パンパンみたいなすごっやばかった自分でしかもやったんだったもんそういうのも全部自分ですげえな協力してくれたのがちょうどそのセラビで働いて、うん、ヘンリーって友達がいいんだけど、うんうん、と俺でもうその2人でもうブワーみたいなめちゃくちゃもう集客しまくってすげえなマジ頑張ったむちゃくちゃすごいなやっぱ動いてるんだろうね動いたすごいね、うん、なんか大スリーとかも出てたもんねベスタスタイル大スリーあれは良かったあれも良かったねあれ良かったっすねあれなんだっけウィルあのね福岡のラッパーのレムの、うんうんはい、友達あれ仲いいのあれ仲いいっすねウィルめっちゃ仲いいっすねあそうなんだめっちゃおもろいっす、ね、最高っすウィルは本当に俺1回しか会ったことないんだよねあそうなんですかそう1回だけ会ってでもなんかすごいなんかいやそうだなみたいなめっちゃいいやつそうなんだマジでも絵に描いたいいやつ本当に大好きいいねいいねそうねホースリーも結構良かったんじゃないめっちゃ良かったっすいいね日本のさあれ来てたじゃんはい、日本であれもいいなと思ってあれめっちゃなんかその時すごいこう一緒に動いてくれてる先輩がいて、うん、その人がいろんなスタイリストとかしてるからああそういうことかでてかお前らさかっこいいんだしみたいな、うんうん、でちょうどワールドカップあるしこれ着ねやみたいなああそういうことかマジ着るっすよみたいなそれおもろいっすねだってカーハートのやつもリースしてくれていいでカーハート2人で来て、はいはい、いやこれかっこいいなみたいなでやろうってなってそう最初なんか菊丸くん、うん、あのキャンディータウンの菊丸くんがほいほいあの O3 のロミー君をつなげてくれておでロミー君と話してじゃあこれでやりましょうみたいなはい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 でロミー君が撮ってくれてやばい、ね、いやロミー君天才だねいやロミーさんやばいねすごいあの人マジすごいねすごい O3 もずっとね、うん、ずっとすごいもんなずっとすごいファイナーやロミー君の動きは本当に今の日本にガチ必要だと思う確かに今のシーンにガチ影響を与えてるいや本当そうだよね、うんまあ、若手とかもね結構出てるし、うん、まあドリルだったりとかね結構なんか俺勝手にO3 からすごいなんかドリルのなんかそのブームじゃないけどさ来てる気がするねえ、うん、むちゃくちゃでかいよね普通に日本のシーンの貢献度っていうかさめっちゃでかいしやっぱこうディグリ方を知らない子たちは O3 見ればマジわかる、はい、まあ確かに本当そうだね O3 見なった確かにマジでラップ知りたいんだったら O3 見たラップあ O3 見ればいいよって O3 見ればもう余裕でやった余裕でやってなるよねそうだよなすげえななるほどね、はい、え実際にまあ CJ2はい、あの EP も、はい、結構いろんな人やつだよねチョッパーとか、はい、チョッパー S 君 S じゃない、うん、あと IKD そうだドナテロオオカミ、はいはい、大芝君ノブ君、はい、入ってますノブ君そうだあれもどういう感じで自分でさ全部やってんのあ自分とリルメイっていうプロデューサーがいて、はいはい、あリルメイさんねそうはいはいはいで去年もう出したんですよマインドオブ CG を出してはいマインドオブ CG でその時は同い年だけで固めたんですよああそうだったんだ、うんうんうん、でじゃあ次来年出すマインドオブ CG どうしようかなと思って、はいはい、俺が本当に今やりたい人だけを集めようと思っておーお前の CG やりたい人、うん、本当好きでやりたい人、はいはい、でやっぱまさかドナテロ君とかオオカミ君は、うんまあ、落ち葉君もそうだけど本当に昔からお世話になっててあそうなんだ俺が16の時からずっとお世話になってて、はいはい、やっぱ現場で会うたび遊んでくれるしめちゃくちゃ乾杯したりとか本当に遊んでたから、うん
絶対にこの3人とやりたいと思ってて、で落ち葉くんとも絶対にやろうねっていう話をしてもらってて、はい、でじゃあこのタイミングだなと思って、なるほどね、そうやってもらやらせてもらいました。ワイルド CJ、 この CG は何の略なの？僕あのミドルネームチジョケって言うんですよ。あれミドルネームなんだ。そうで CJ で俺の仲間たち俺のことを CJ って呼ぶから、前でも CJ は本当仲間たちしか呼べない名前だし、はい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 、こうエマっていうのは、うん、こう自分がなんていうのかな、好きなことを曲にするのがエマだけど、うん、マインドオブ CJ は CJ がやりたいことを曲にする。へえ。だから CJ はめっちゃ自由帳みたいな感じだけど、エマは好きな音楽をやる。ああ、そんな感じだから、メロもやるし、はい、エマの時はメロもやるし、うん、本当なんていうのか、チルもやる、ラブソングも歌うし、うんうんうん、だけどマインドオブ CJ はトラップだったりとかドリルとか、そうだね、俺が本当にあやりてえみたいな、はい、マジであげだわ、だからその時のバイブスを落とし込むのが CJ、 まあ本当簡単に言ったら酒飲んでる時の俺が CJ みたいな酔っ払ってる、そう酔っ払った時のマインドが CJ だねみたいな、そう、そういうことなんだ。なるほどね、しっかりでもそっか、自分でいろいろね決まって自分でやってるからすごいよな。だからトラップとかドリルとかやるときは絶対あのイントロのところにネームタグで CJ が入る、だけど普通の時は入らないとか、そういうことか、そういう分けて。へー、え、曲とかはさ今どういう感じ作ってんの？今もうずっとスタジオ入って、うんうん、俺はもうビート送られてきたビートで作るよりかは、うん、その場でビートから一緒に作りたいから、あ、そっちのタイプだ。プロデューサーと一緒にビートから作って、はいはいはい、最近もヤングパイチンっていう、うん、こう先輩がいるんだけどプロデューサーで、その人もスタジオ入って、はいはい、15時間とかもう16時間ぐらいで、マジでビートからやってみたいな。すごい、そんな感じでやってる。いかちいな。いもう結構スピットするとマジ飯もいらなくなるから。そうなんだ、そのレベル集中して作ろうみたいな、へ、感じで作っていい感じっすね。すごいね。え、はい、実際にさもう書くときとか、書くときっていうか、まあ、その曲作るときとかさ、どういう風に作ってんの？曲はまずそのビートどうするかから入って、はい、で最近じゃ何聴いてんのってなって、あ、こういうの聴いてるっすね、でもやりたいのはこういうやつですねみたいな話をして、うんうん、あ、じゃあこういう音をもっとこういう雰囲気に落とし込んでみようみたいなのをもらって、うんうん、あ、確かにそれありだなみたいな、うんうん、今あんまりないビートを作りたいのが俺だから、でそういう感じでやっていこうみたいな。ヤングパイチンさんとやるときはそんな感じで、メイちゃんとやるときは、はい、俺互いにこうロックとかが好きだから、はいはい、ギター入れてやってみようかとか、でメイちゃんがギター弾けるから、あ、そういうこと、ね、その場でギター弾いてもらって、そこに俺がフリースタイルでこう、まあ、シンガーみたいにこうちょっと歌ってみて、こういうフローありっすねみたいな、じゃあこういうコード進行でやっていこうかみたいなのから始まるんだよ、はい、で歌詞も最初のフローに合わせて、このフローはなんか例えばどんな雰囲気を感じるかなと思ったら、その雰囲気に沿って、じゃあその雰囲気は何色ですか、じゃあ何色だな、じゃあ何色って何が思い浮かべる、あ、じゃあこのテーマでやろうみたいな感じでどんどん枝分かれしていって書く。なんか前確かベネがこれ出た時になんか色の話してて、めっちゃうわそれなってちょっと思って、本当に色色なんだ、マジで色感じる。やっぱこう音ってマジですごい色だなって思うから、うんうんうん、それに沿ってやっぱ書くとめちゃくちゃ書きやすいし、へ、それにやっぱテーマもあるから、はいはいはい、はい、例えばなんかまあ Netflix でもあったけど、うんうん、ファーストラブがあって、うんうん、じゃ あれ、うんうん、ファーストラブって聞いただけでなんかちょっと最初初恋どんな気分だろう、はい、ワクワクするけどでもちょっと不安もあるよね、うんうん、じゃあ冬っぽくねみたいな、はいはい、冬から春っぽくね、あ、確かに、なるほど、ね、じゃあ淡い感じだねっていう、そんな感じに、はい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 、そういうことか、なるほどねみたいな感じでどんどん書いてって、はい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 、でその時にすごい当てはまるワードがあったらそれをもう曲名にしちゃうっていうのが俺、うーん、なるほどね、はい、そういうスタイルだ。そういうスタイルです。すごいな、なんかマルチに全部やってんのがすげえなって思うマジで。ありがとうございます。なかなかね、自分的にさこのアーティスト像、自分の理想のアーティスト像とかってあったりするの？結構いろんなことやってんじゃん、モデルもやってるし、はい、もちろん俳優もやってると思うし、はい、まあアーティストもやってる、ラッパーもやってると思うんだけど、はい、なんか自分のまあアーティスト像じゃなくてもいいかな、なんかどういうなんか自分のロールモデルとかいいの？こういう感じ、ね、ロールモデルはいるっすね、うんうんうん、めっちゃ明確なのがいて、はいはい、俺はそのジェイレン・スミスにめちゃくちゃこう影響を受けてる。ジェイレン・スミス、俺ジェイデンの曲も聞くけど、はい、俺ジェイデンのライフスタイルとか、うんうん、モデルとか俳優の仕事の方が俺はすごい興味があって、はいはいはい、はい、ですごいそれをディグっていくと、うんうん、マジで好きなことしてんの彼って、本当にそうなんだ、マジで好きなことをこう、うん、具現化していってるし、はいはい、それにすごい影響力もね携わってるから、そうだね、本当にパワーしかないみたいな。確かに確かに。でもそのパワー
どっから来るのそれはもう自分から出てくるエナジーだし、でそのガソリンどこってなったら今自分がどれだけ好きなことに没頭してるからし、はいはいはい、本当にかっこいいなと思って。でも日本にそういう人マジいないから、確かに確かにあんまりないの、なるほどね、そういうことか、なるほどね、ない言われて、あそういうことかってちょっとすげえ分かったわ、めちゃくちゃなんか腑に落ちたというか、はい、確かにな、俺もジェイデン・スミスあなたも一番最初のベストキットから入って、はいはいはい、そっから曲とかも、ね、アイコンとかでもねめちゃくちゃやばかったしね、まあ、モデルとかもすごい、あれ一時期俺めっちゃジェイデン・スミス好きだった、確かにジェイデンマジかっこいい、かっこいいよね、マジかっこいい、あんななかなか昔からムーブしてるもんな、そう、しかもまだ若いっしょ、まだ若い、これは2個上とか3個上ぐらいじゃない、そんなもんだ、すげえな、めっちゃ若いんだよ、20代の中間ってことでしょ、そう、やばいやばい、怖えな、あいつやべえ、やべえやべえ、あいつやべえな、あいつやべえ、あいつやべえ、そうだよね、え、でもさ、実際どうなの、家族とかもそういう感じなの、アート系だったの、家族は、いやもう全然アート系じゃなくて、うんうん、マミーはもうめちゃくちゃ真面目、天然だけどめちゃくちゃ真面目で、だけどマミーめっちゃおもろいのが、こういうのも若干あんのかなと思ったけど、うん、マミー絶対に掃除するとき、うん、ヒムロック流すのね、めっちゃ爆音で、もうバリ爆音でヒムロさんの曲を流すから、ビーズとかもそうだし、めちゃくちゃロックなの、彼女もすごい、すごいね、エナジーすごくてやーばーみたいな、でもうこうやってやりながら掃除してる、そうだった、開始15分ぐらいで手と思ってそのビデオ見え始めるのね、マミー掃除しないと、あそうだよねウケんだ、俺のマミーは本当に面白い、マジ好きだ、そうなんだ、たくましいし、たくましいマミーだ、たくましい、そうなんだ、姉貴はモデルやりながらシンガーしたりとかもしてて、お姉ちゃん、すっげえ歌うまいから、あそうなんだ、いつか2人でちょっとやりたいな、いいめちゃくちゃいいじゃん、そうやろうかなと、はい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 、彼女は本当に歌うまいねし、うんうん、やっぱこう彼女自身もやっぱさっきも触れたけど、うん、いじめられてたりとかもあったから、うん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 、こう塞ぎ込む時間がやっぱ俺より長かったから、なるほどね、やっと自分の好きなことしてんなってめっちゃ感じる、最近彼女が出て、はいはいはい、そうなんだ、インスタとかでもなんかね、ディズニーか、じゃあなんか、そうディズニーなんか 俺ら兄弟誕生日1日違いなんですよ、えマジで、そう俺22で、はい、彼女23なんですよ、はいはい、でじゃあ行こっかって言って2人で、はい、でその誕生日ディズニー行って、はいはい、めちゃくちゃ楽しかっためちゃくちゃ楽しくて、やっぱこう兄弟だからマジで気使わないしそうだよね、俺のこと分かりきってるから、ね、俺が今何をしたいのかをもう瞬時に察してそうあいつ天才あいつ天才俺もあいつらは何でもいいやみたいなそうすごい、なんか俺はあいつがいてくれてすごい助かったことが多いから、そう全部あいつの影響、はい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 、今こういう仕事ができてんのもやっぱりそうなんだ、すごいから、はいはいはい、結構なんか人格というか、うんうん、俺の性格は彼女から来てるかも、あマジで、考え方とかは、はいはいはい、全部すごいいいお姉ちゃんいいね、そうなんだ、うん、なるほどね、はい、兄弟はね、まあ俺もさ兄弟弟と一緒にこの番組やってるから、はい、兄弟の仲良さって超重要っていうか、マジで重要ね、本当にめちゃくちゃいいで、てかさ俺街とかさ結構なんか黒人とかあったらさ、はい、挨拶するよね、あするするする、絶対するよね、持ち上げておおさみたいな、そあするって絶対一旦そうさコンタクト取るコンタクト取るっていう受けるよね、いいっつってやるやるやる、黒人やるやるみたいな、そうやるそっか、えやっぱさヒップホップっていう、まあもちろん好きだったと思うんだけど、まあ、黒人のルーツっていうのもあるし、はい、日本のヒップホップ文化って結構特殊かなっていうのは特殊っすね、すげえ思ってて、はい、どういうふうに思う、なんかやっぱラッパーでじゃん、やっぱラッパーやってるし、はい、多分思うところだと思うんだけど、どういう感じ、めっちゃ思うのは、うん、なんかみんなヤンキーだなって思う、不良っていうか確かに確かに、不良文化だなって思う、そうなんだよね、海外のやっぱギャングとはちょっと違うなって思うし、うんうんうん、なんかマジなんかえお前不良じゃんって思うなんかそのなんていうの、深い意味の不良じゃなくてはいはい、はい、ヤンキーだねみたいな、マジでみたいな、そうだよね、パツパツみたいな、そうですね、パツパツみたいな、いやそう、なんか俺もその多分その時多分あれ撮影の時に行ってなかったのかもしれないんだけど、なんか木村太一監督っていう、はいはいはい、そうそうそう、ゲストの方で出てもらって、はい、今すげえ面白い回、高校の時もすげえ面白い回だったんだけど、はい、なんか撮影前に今のヒップホップの状況みたいなのを話してて、はい、なんか結構やっぱそのヒップホップの文化っていうよりかはその不良文化がめっちゃ流行ってるみたいな、うん、マジそうだ ね感じねするよね、やっぱね、うん、マジ感じね、なんかちょっと変わった点は、うん、本当みんな蛍光の山草履かなくなったなぐらい東で若い子は特になんか本当それ変わんない、別にあとは
なんか変わんないなって思う。そうだね。本当に思う。確かに。みんななんか同じような服着てるし、ここら辺まで顔隠して、何すんのって感じ。めっちゃ、なんかファッションでやってる子とかもいるよもちろん。まあね、モデルの子とかでもいるけど、ヒップホップやってて、なんか。え、ラップやればと思う。じゃあマジで叩かれるかもしれないけど、いや別にいいよみたいな。俺叩かれても何言われても別にいいけど、なんか、うん、別にお前がやんなくてもいいと思う。まあそうだね、すごい特に、はいはい、なんかなんていうのかな、すごい上の世代と下の世代でこう結構な乖離があると思うけど、なんか確かにワイザーさんもすごい隠してじゃやってましたって言って、うんうん、お前じゃワイザーさんと同じムーブできんのと思う。まあまあまあ、ワイザーさんみたいな環境で育ってるとか、うんうんうん、別に誰がどうとかじゃないかもしれないけど、うんうん、やっぱ結局は自分のバックボーンがどれだけあって、そうだね、そのバックボーンを武器とか武器というか、それをどうお金に変えるかだと思うし、うんうんうん、どうそれで人の心を浮かすかだと思うから、確かに本当そうだね。めっちゃ思う、なんかすごい思うな。なんかかっこいい若い子で言ったら、うん、ジャケンとかめっちゃかっこいい。ああ、はいはい、はい、めっちゃかっこいいし、うんうん、なんかすごいこう、ね、見た目はちょっとヤンキーっぽいけどでもね、うん、歌ってることもやってることもすごいかっこいいなって。別になんか無理に顔隠しとかしないし、別に、はいはいはい、うん、本当にヤンキー多くねって思う。なんかすごいヤンキーがラップやってるのは別になんか俺なんも思わないけど、でもなんかそのやりたいの音楽なら、うんうん、なんかもっと、ね、まあね、かまし方はあるなって思う。確かに確かに、それはあるよね。なんかみんな似てる、すごい。あ、みんななんか同じに感じ る、まあ、る、うん、なんかラップの仕方も歌ってることも、はいはいはい、さばいて仲間と回して、うんうん、いや分かるよ分かる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 分マジ毎週毎週ね、うん、やっぱこうみんな多分パーティーしてると思うし、はいはいはい、ね、楽しいこと絶対してるんだから、ならね、ね、仲間と回してるっていうよりはね、うん、毎週仲間とパーティーしてるよ俺らって言った方が絶対かっこいいし、うんうん、なんか、うん、捕まらないように気をつけてくださいって感じ、マジで本当に。そうだよね、今めちゃくちゃ厳しいからね、厳しいし、なんか俺すっごい思うのが、うん、なんか逮捕されるの別にフレックスじゃないから。いや、そうなんだよね、うん、別にね、全然フレックスじゃないと思う俺は、うんうん、海外の人たちも確かに逮捕されて、うん、すごい写真出るじゃん、うんうん、であれかっこいいとか思う人たちもいるかもしれないけど、うん、なんかいや基本それ全部仕事なくなるし、うん、その時に入った仕事はなくなるしみたいな、迷惑かかるよみんなにみたいな。マジそうだよね、確かに。なんかラッパーだから許されるみたいな思ってんなら違うよって思っちゃう。ラッパーだからこそ、うん、それから抜けて、そうなんだよ、そうビジネスとして成功させてるのがかっこいいのに、そうなんだよ、そうラッパーだから殺して捕まってますみたいな、うんうん、だから俺出てきてこんなにかましてますみたいなのは、うん、それちょっと違う。確かにね、そうかっこいいよ、もちろんそのムーブもかっこいいけど、うんうん、俺がリスナー側だったら、うんうん、そういうのをせずに抜け出してやってる方がかっこいいと思う。だから俺はすごいコウがマジかっこいいなって、マジで彼の家庭環境もすごい良くないかったし、うん、俺リルコウが俺の先輩なんだけど、ほやっぱすごい聞くから、そういう話、はいはい、たくさん聞くし、こういうことがあってああいうことがあったみたいな、うん、だけど2人とも別に悪いことしてない、うーん、今もなお、うんうんうん、し捕まってもない、うんうん、今、うんうん、じゃあなんでかっこいいのってなるじゃん、うんうん、でそれはでもその人自体がかっこよくて本当に好きなことをしてるからかっこいいなと思う。確かに確かに、そう、悪いことをしたいなら別に音楽しなくてもできるし、いやそうなんだよね、そう、なんかそれはめっちゃ感じるなって思う。別に叩きたいなら叩いてくださいマジで、なんか言いたいなら電話くださいって感じ。そうだよね、てか結構俺はそこ本質だと思うんだよね、なんかちょっとずれてるっていうか、なんかそのヒップホップはその音楽を使って、今は昔は音楽っていう選択肢がなくて、売ることしか選択肢がなかったから、それをしか やれなかったけど、今はもうそれを抜け出して、しかもゲトーとかそういう環境を抜け出して、今は俺らフレックスしてる理由としてお前たちもできるよ、うん、マジでそう、多分そこだと思うんでね、本当にそうで、うん、なんかマジでそのアナーキーさんも言ってたけど、日本にガチゲトーはある、本当にある、うんうんうん、マジであるし、俺の地元とかもすっごいこう治安もあんま良くないし、うん、ね、いろんな人怖い人とかもいるかもしれないけど、でもその人たち別になんかこうそれをじゃあ音楽になんていうか落とし込もうとか別にしてない、うん、俺の先輩にイレブンバックっていう先輩がいるんだけど、はい、その人はマジ今ヒップホップしてる、めちゃくちゃ、本当にかっこいい、マジで、はたから見たら確かにちょっと見た目怖いなとか思うかもしれないけど、あの人がやってるムーブはマジヒップホップだし、すげえかっこいいなって思う、本当に。ソルジャーとか G ファミリアとかもいるけど、マジかっこいい、やってることは全部、なんかわざわざなんか
顔隠してこうとかもやんないし、なんか本当に自分が好きなヒップホップに没頭してるなっていうのを感じる。なんか悪さしてんのは悪さしてっていいけど、別にそれ表に出す必要ってないなって。まあまあまあ確かにそうだよね。そう、本当に家庭環境とか全ての環境が悪くて、うん、悪いことしかもうしたことがない、教科書がそれです、うん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 、でそっから体制して今俺こうなりましたって歌うのは俺めっちゃいいと思う、うんうん、そうだね。だけど今なお現在これしてるぜはダサいからやめた方がいい、マジで本当に。確かにね、マジダサい。いや俺もそう、全然だってロールモデルにならないじゃん。ならない、それで、なんかそれをもしかっこいいと思って、うん、それに憧れてる子供たちがいるならマジやめた方がいい。かっこよくない、それは。確かに、ね、何もかっこよくない、何もかっこよくないと思う。俺もそれはめちゃくちゃ思う、うん、そうだよね、うん、いやそうだよね。特に結構まあそのまあヘッ、まあいまあ、なんていうの、流行ってるか聞いてる人もいると思うし、まあ、そこの不良文化でめちゃくちゃ見せられてる人もいると思うし、いろいろいると思うけど、なんかやっぱさ、どうしてもさ、結構さ、ミックスとかさ、うん、の子とかも特に、まあ、家庭環境悪い人とかって、うん、やっぱさ、まあ、ミックスの子って家庭環境悪い人も結構多いじゃん、うん、結構デフォで悪いやつ多い。そう、デフォで悪いやつそうそう、デフォで悪いやつ多いやそう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 、だからそういう人たちがね、なんか違う、なんてそこじゃない感じでこうね、うん、まあ、ちゃんとディズニープラスの俳優やったりとかさ、もうなんかそういうのがやっぱかっけえじゃん。曲ちゃんと作って、うん、ワンマン自分でさばいてやってますとか、うん、それがなんかかっけえなって思う。それがヒップホップだなって思うし、なんか最近出た曲で言ったら、ジンドックさんが出した曲の中で、うん、そう、映画出てる、映画出たけど、はい、俺のライフスタイルはこうだよって言い切ったんですよ、俺マジかっこいいなと思って、はいはい、いやそういうこと、そういうことみたいな。確かに確かに、マジそういうこと、うんうんうん、本当に。でもその内容は別に、その確かに周りのやつは悪いやついるかもしれないけど、うんうん、でも俺は何も変わらないよっていうような言い方をしてて、いやもうそうなんですよみたいな、はい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 、もう本当にそうですマジでそうですって感じ、マジで。そのなんかね、ラップでできないような喧嘩打ってくるやからどうのこうみたいな、はいはい、いや本当にその通りですもうありがとうございますって感じ、マジで言ってきました、そう、言ってきましたみたいな、あざすみたいな、ね、感じで、ね、そっかそっか。いやいいね。え、でもさ、まあまあこれからまあいろんな動きをしていきたいって思ってると思うんだけどさ、はい、近々まあ映画の話もしてたね、うん、結構やっぱそっちの方向性もゴンゴンガンガンやっていく感じだ、はい、一個あるっすね、でかいの、ハリウッドであります。うえすげえな、マジで任せろって話、任せろって話ですねすごいな。 それが8月に撮影、8月撮影だ言ってるやつだね。そう、ハリウッドかやばい、すげえな。え、モデルとかも結構、モデルとかは来月ちょっとパリもう一回行くか。お、もう一回行くの、はい、もう一回ちょっと挑戦、そのがっつり、はいはい、前回はその、うん、本当コロナだったから俺はもう行けなくて、うんうんうん、でなんかギリギリまでこうブランド側は行こうとしたっぽいんですけど、うんうん、行けなくて、で全部日本でやらせてもらったんですけど、次はちょっとガチパリで。映像だもんね、あれはね。そっか、ガチパリをちょっと、ガチパリ今がダイエット中っす。おい、ダイエット中だって今そうです。音楽で言ったら、うん、1月2月かな、遅れて、うん、に EP が出るかな。でもその EP はでも MV とかなしで、本当にマジ聞き戦、聞き戦の EP を作ったから、はいはい、そう、それ全部ソロで出すのと、はいはい、あと1月にちょっとそのマインドオブシュジェ2のリリースパーティーを27日そうだ、1月27日、はい、やろうかなと思って。やばいね、マイナビス DJ、 ぜひね聞いてほしいよね。ちょっとそこに入る前にごめん、もう少し終わると思うんだけど、はい、ちょっとモデルの話をちょっとしたいなっていう、あ、はい、そう、これはどういう感じで調節したりとかしてるし、したりとかしてるの、事務所には入ってるの、ね、今事務所に入ってます。なるほどね。で今はどういうなんか仕事、オーディションと行ってみたいな。あ、でも最近はほぼオーディションなくて全部ダイレクトブッキングサイトしてで、そう、みんな頂いててやらせてもらってるっすね。またその友達のブランドとか、はいはい、仲良くなったブランドの人とかはやっぱ僕に連絡くれるから、うんうん、それをまあ事務所に話してやったりとか、ね、臨機応変に事務所には対応してもらってて、うんうん、結構それで結構強いムーブはできてるかな、はいはいはい、今年もプーマーやらせてもらったりとか。あ、そうなんだ、はい、いろいろやっぱモデルでもこう使ってくださる企業さんが多いんで、それはマジでありがとうございます。すごいね。そっか、じゃあ事務所の時まあまあ結構じゃあその自由にやらせてくれてるっていうか。そうですね、事務所は本当になんか僕にめっちゃ寄り添ってくれる事務所だから、うんうん、めちゃくちゃ自由ですね、うん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 、本当にマジ自由、うん、自由自由なんだ、何してもいいよみたいな。いいね。え、でも結構さ、なんか俺この話ちょっとしたかったんだけど、結構さ日本の広告でさ、結構さ、うん、まあ、ミックスとかさ外国人の見た目のモデル多いイメージあるんだけど、うん、多いね、多い。あれ何なんだろうね、あれ多いけど、多いな、確かに多い、めちゃくちゃ思う。だから例えばさ、もうさ、なんていうの、まあそのめっちゃ分かりやすいアメリカとかさ、ヨーロッパのさ、まあ例えばじゃあロン、まあイギリスとか、結構いろんな人種がいる国だったらさ、いろんな人種のモデル使うのがめちゃくちゃなんか、その、あ、まあ確かにそうだよねってあるけど、日本でまあやっぱどう考えても日本人の方が多いわけじゃん。でもモデルとかでなんでいろんな
結構日本人の外国人の冬のモデルが多いよなみたいな、何なのかなみたいな、なんでなんだろうね、まあでもやっぱりこう作るブランドによると思うけど、うんうん、やっぱこう海外のブランドとかも日本のブランドとかもやっぱこうちょっとオーバーめにやっぱ服を作っちゃうから、はい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 、似合うのがやっぱこうちょっと高い身長、その平均身長がやっぱ高い、ね、ところを選んでしまうのかなとは思うけど、うんうん、俺はもっとマジで日本のモデルさんの広告マジ見たいし、うん、なんかそれがタレントとか女優さんとかじゃなくて、ね、がっつりモデルさんっていうの、はい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 、っていうのをめっちゃ見たいなってやっぱ思う。俺の友達は今アベイジングエープのモデル、日本人の子で、あの渋谷のとこに貼られてるんだけど、はい、マジかっこいいし、やっぱりこれから日本の友達のね、うんうん、モデルとかがどん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 広告出たら、はい、マジもっとそれこそ日本の需要高まるし、確かに確かに、そう日本に生まれた日本人の子で、うん、そういうのを目指したいと思う子も増えると思う、めっちゃ確かに確かに、うん、なんか多いよね日本のモデルタレントとかさ、うん、なんかねモデルって人結構少ないっていうかさ、富永愛さんぐらいしかこう思い浮かばないから、あまあ確かに分かんないなその人がっつ、富永愛さん分かんない、結構正直言われて絶対分かる、顔見たら分かると思う、名前とか全然覚えてないんだけど絶対分かる、とかそか、まあ、アンミカさんとかもそうだ、アンミカさんね、昔もすごかったから、はいはい、そういう人がどん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 出てきてほしい、確かにね、なるほどね、そっかそっか、うん、ではちょっとモデルの話もちょっとしたかったのできたんで、はい、いやよかった、ありがとうございます。ということでまあいろいろね、はい、いやもうちょっともうねムーブがたまらないエヴァ、いや、うん、そうですね、マジですごいと思う、マジで、まあ、今日話聞いててもめちゃくちゃ思ったし、今そのねいろいろ俺もねインスタとか見させてもらったりとかもしたし、まあ活動の幅すごいなと思って、うん、めちゃくちゃいいなと思ったんで、ちょっとこれからねガンガン動くて動いていくと思うんで、どういう何のプラットフォームが結構あのポストしてるの、やっぱインスタグラム、インスタっすね、インスタが一番、完全にインスタです、はいはい、ツイッターは僕自由帳なんで、あ自由帳なんで、ほんと笑いに行きたかったらツイッターから、笑いやったらツイッターだな、笑いたかったTikTok は N ワード、 TikTok は N ワード、まあでも TikTok は笑えるかも結構俺ら周りのね、ほんとね、新潟たちバカなんですよ、みんな。マジおもろいから。まあ、そいつら見て笑いたかったら、もう TikTok マジめっちゃおもろい、ほんとに。なんか、最後一個いい。いや。最後これ、なんか俺ら見ては爆笑したんだけど、なんかコメント欄に、なんか、土人か日本人かはっきりしろ、みたいな書いてあって、俺らそれに対して、あっ、すいません、土人です、とか言って。バリふざけてる TikTok とかあるから本当に、あすいません土人日本人ですめっちゃふざけてるから、そう、まあそういうのを見て笑いたかったらみたいなそう、でも基本的になんかいろんな広告とかチェックとかは、まあインスタでできると思うから、ライブとか何でもかんでも、ね、ライブとかリリースとかね、はい、そういうのはインスタグラムでチェックできるということなんで、はい、ぜひぜひインスタグラムの方も概要欄貼ってるんでぜひチェックしてほしいなと思います。お願いします、はい、これからの活動にも目が離せないエマでした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ペース、えい、よかった、最高最高、いやーめっちゃおもろかった、嬉しい、いやマジでありがとう、マジでおもろ